ドローレス・イダルゴは、メキシコのグアナフアト州の都市。メキシコ政府観光局により、魔法のように魅惑的な場所プエブル・オマヒコに選出された、観光地。正式名称は、ドローレス・イダルンゴクーノ・デラ・インデペンデンシア・ナショナルで、これは日本語に訳すと、国家独立のゆりかごである、ドローレス・イダルゴという意味である。もともとは、単に、ドローレスという名称であった。 スペイン植民地時代の1568年に、副王マルティン・エイリケスであるバンサによって、悲しみの聖母の修道院が建てられ、ドローレスという地名はそれに由来している。ドローレス・イダルゴという名前はこの町のドローレス教区協会の神父であったミゲル・イダルゴに、ちなんでいる。彼は1810年9月16日の早朝に、金をつき、集まった人々の前で、 ドローレスの叫びと呼ばれる演説を行った。これがメキシコ独立革命の始まりとみなされている。その後、ミゲル・イダルゴは処刑されたが、現在でもこの日はメキシコの独立記念日である。現在でも独立記念日にはこの孤児に習って演説の再演が行われる。大統領がメキシコシティの国立宮殿のバルコニーに出てメキシコ万歳。と叫び、イダルゴの鐘を鳴らし、 メキシコの国旗を振って締めくくるのが習わしである。イダルゴの家は現在は博物館になっており見学することができる。サンミゲルデ・アジェンデとグアナフアトから直通バスがあり、1時間から1時間半ほどで着くことができる。最寄りの空港はレオンのバヒオ国際空港である。ありがとうございます。